このネックレスは、バロックパールに1点ずつ、水墨画家の立川栄一郎さんという方に1点ずつ手書きで墨を使って、絵を描いてもらっていて、その上からコーティングした、もう本当に世界に1点だけのパールのネックレスです。バロックパール自体が1点ずつ形が違いますし、その1点ずつに合わせて絵の入り方も違うので、どれが届くかわからないという楽しみもあります。このバロックパールのネックレスは、私は今短くチョーカー風につけて、コードを垂らしていますが、長めにつけたいときは後ろで一回結んだりしても使えます。その他のジュエリーはこういった半分がレザーのコードになっていて、半分がパールのチョーカーと、すべてパールバージョンのチョーカーがあります。こういうね、バロックパールもあれば、パールってこういう長いのもあって、まん丸のもあって、面白いですよね。で、これがイヤカフなんですが、つけるとこうなります。上に引っ掛けて、ここは耳たぶを間に挟み込むようにしてつけます。で、これはシルバーとゴールドの2色展開で、片耳用です。左右あります。